お晩でございます、内山でございます。ということでモバサカ UFC やっていきましょう。ボンバーゲーム開始ですね。まずはロシアへの道、これどんどん進めていかなきゃいけないですね。アリーナ、ランクマッチ、コロシアム、グローバルマッチ、チャンピオンシップとありますが、私はまだチュートリアルが終わっておりませんので、ここからやっていくということで、まずはね、今日早速ガチャ引いちゃってどうですかと思っております。はい、ということでガチャがね、今現在出てるガチャ、これいいやつだよね。多分ダイヤスカウト、万能ピースは選手カードが獲得可能、これいいやつですね。でバルセロナ選抜、バルセロナの中から誰か選べるみたいな、選べるっていうか絶対もらえるよみたいな。ユベントス、ロナウディいるの、いるよね。ロナウディはここにはいないけど、え、ロナウドいんの。赤と黒選抜、まあどこかは分かりませんが、赤と黒グーナーズ、まあどこか分からないっていうかミランだろうね。でグーナーズ、バイエルン、え、黒と、あ、黒と青、あ、こっちにロナウドいんの。まだどうだ、ロナウドはユベントスの方にいんのかな。引いてみるしか分かんねえみたいな。アトレティコ、まあ、チームで選んでいけるっていうのは、これどんどんレッドデビルとかブルースとかね。レッドデビル行く、レッドデビル行っちゃう。で 10% オフ S 以上確定、10回購入、10連したら S 以上確定。一発行ってみるか。はい、来ましたよと、ボンバーしましたよと。で俺は今12500、ちょっと黙ってろお前、12500ダイヤあるんで、とりあえず1回引いてみるか、10連。まあ、動画的にはね、あ、万能ピースがいっぱい出て、 S はマティッチ来た、ポグバとかが良かったな。ちょっと地味ですね、ポグバとか、なんかこうサンチェスとかデヘアとかが良かったですけど、ちょっと地味ですね。マティッチ S とマティッチ、あ、選手は1人で万能ピースがいっぱい来るよと。あ、でも S ですからね、 S ですからいいよと。1回購入だとどうなんの、万能ピース、万能ピース、万能ピースっていうのは何にでも使えるから選手獲得に必要だよと。なるほどなるほど、選抜さ、高級ユーロスカウト、何それ高級ユーロスカウト、あ、これはあれか、ダイヤじゃなくてこのゲーム内コインの方で行くやつね。マジダイヤスカウト行く、ダイヤスカウト行くか、もう一発ぐらい。あんま引きすぎてもね、万能ピースがこんだけ来て、最後誰だ、 S スペインディフェンス、カルバール来た、顔似てるよね、カルバールも。これ写真を合成してるのかっていうぐらい似てるよ。モバイルだと結構ね、顔が微妙だなっていうゲームも結構多いですけど、似てる本当に。とりあえずまあこんぐらいにしとく。移籍市場は、まあ、移籍市場まだでしょ。ピース引き換えできんの、サラ引き換え、サラできんの、これ引き換え。あと16個のピースが不足している、合計所持数4、あと16、あ、全然足りてないよみたいな、似てるよってやつはないみたいですね、今のところ。この画面では分かんないのかな、全部やってみたら。あと40個。果てしねえな、おい。サンペルはあと5個。ピナモンティ。お、これ引き換えできるんじゃない、あ、あと5個のピース。これ能力がどんどん上がっていくみたいな。こんな感じでガチャは、まあ、ピースと選手を集めながらやっていくというか、この万能ピースをさ、どうやって使っていくのかみたいな。はいはいはい。なんかこう、お得なね、初回限定のお得な万能ピースも買いました。万能ピース集めおじさんになろうかな、俺。お得なショップっていうことで、超お得フォワードパック、超お得ミッドフィルダーパック、超お得ディフェンスパック。これ多分無理なんでしょ、このコインが足りてないもんね。はいはい、コインも買っちゃいましたよと。もうついついね、ついつい課金しちゃう。で、UFC コインっていうのとダイヤ、この2つを、こう、やりくりしながら選手を作っ、選手じゃチームを作っていくってことね。いく？超お得フォワードパック。誰が来るんだろう。いや、足りてないんか。はい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 。追加で買ってきましたよと。これ一回試しにやってみよう。まあ、どんなもんなのか。あ、報酬選択して、え、1個どれか選べるってこと。あ、そういうことなんだ。ペリシッチでしょ、ペリシッチ。
はい、あ、これもガチャとかじゃなくてもう自分で選べるんだ。へえ、そういう風に書いてあったけど、5人から1人、あとちょっとねコイン足りないからまあ置いといて、他のなんかドキドキチーム基金ボックスとか、あ、これダイヤか。マンスリーカードいっぱいあるね。マンスリーカード、マンスリーカードは何なの。購入で300ダイヤを獲得、30日間毎日100ダイヤがもらえるということで、ログインボーナスみたいな。ここお得じゃん、初回購入買っといた方がいいよ。はい、ゲットしましたということで、残りの有効期間は29日300ダイヤチャージ。え、いいんじゃない、毎日300ダイヤでしょ。さすがに9000最後最終的にボンバーするってことでしょ。これかなりお得じゃん。最初だけなのかな。ドキドキユローボックスとかも買う。ドキドキエネルギー飲料、ドキドキコーチイン、コロシアムとか多分まだ使わないもんね。数量限定ドキドキダイヤボックス使った。これダイヤがもらえるだけか。え、ちょっと待って、100から1000のダイヤをランダムで獲得、これやばいでしょ。これやろう、使用一括使用、え、使用でしょ。140、1000よこせよ、1000を。ドキドキ、これもこれもいく。開けたらランダムで300万から3000万お願い。いやー、300か、もう一回いくか。3000あっちたらすごいね。3000、いや300、どんぐらいの確率なんだろう。残りの限定数はあと何個。はい、来い。300ばっかやんけ、頼む。これ5回までだよね。あとラスト1、ラスト1マジで頼む。俺は3000万当てたい。いや、俺600か。まあ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 、やっぱなかなか3000でのは出ねえんだな。ドキドキエネルギー飲料ボックス、ドキドキしてきた本当に。開けたらランダムで10から20に200ダイヤが痛いな。200ダイヤ痛いよ。チーム基金も、あ、でもチーム基金とかあれば多分スタジアムとかが建てられるとかでしょ。ランダムで4000から1万2000、一発いっちゃおう。いや4000だよね、もう一発いっちゃおう。手が止まらないね。6000、ちょっとやめとこう。これあんまりやりすぎるとまず選手は取れなくなっちゃうから。ドキドキコーチン、これとりあえず2回ずつ引こっか。おお、4500、あ、4000、一発目からいいんじゃない。はい、3500、こんなの2発ずつ2発ずつ引いていくか。エネルギー飲料もいっちゃおう、もうもういいわ。10 16個16 16 10、渋いね。ああ、そりゃそうか。まあポン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 当たってたらしょうがないからね。はい、ということで、ではチュートリアルをねやっていきますか。試合の道、2ですね。2の1を、まあ、どこまでやれるか分かりませんが、半分ぐらいやれたらいいなと思っております。 OK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 。 ここね、ピンチです。ここはタックルを選択して相手からボールをダッシュしましょうということで、第1章ではあのオフェンスを中心にやったと思うんですが、第2章はディフェンスを頑張っていくよみたいな最後言われてたよね。うん、タックルホルダー、タックルでいいの、ホルダー、はい、行くよと。でこっからカウンターに来て、もうゴール前に、ここじゃない、お願いします。うわー、パスがちょっと遅、あのキーパーにね近すぎて取られちゃいましたけども、ここで、あ、いいね、いいディフェンス。でそっからどうする、一心伝心、あ、ペリシッチが、ペリ新加入のペリシッチがいい動きしてる。カルバハルは、おお、いい、来た、はい、ペリシッチ、マーティッチ、はい、来い、あ、ペリシッチ来た、打て打て、99%、2はぶち抜きでしょ。来たー、新加入、新加入ペリシッチ来たー。マティッチどうした、マティッチは絡んでたか。マティッチの方がねユナイテッドだから、いい、いい抜け出ししたね。いやー、キーパーもこの距離でね、この強さのシュート打たれたらもう思わず全くボール取れませんでみたいな感じ。いいね、いいね、いいね。初回に獲得条件全然なんとかかんとか、あ、ロシアへの道2の3クリアでチャンピオンが解放、2の3まで行く、じゃあ2の3まで行く。新機能解放イベント毎日開催中です。オーナー、イベント機能
開放されましたね、お得なイベントが盛りだくさんのようです、一緒に見てみましょうということで、まあね、無課金でもイベントとかをこなしながらちょっとずつちょっとずつね、クラブを強くしていくみたいな。ログインボーナスいただきました。毎日ログインボーナスでいろいろな報酬が獲得できます。明日も忘れずにログイン。はい、わかりました。で、最終的にベンゼマがもらえんのこれ。これさ、どこまで行ったらベンゼマもらえんの？詳細タップ。ベンゼマ、ベンゼマ。ベンゼマさ、どこまで、ベンゼマもう、総ログイン1日目。ログイン3日でベンゼマ獲得。これもうベンゼマ獲得しないといけないでしょ。マッチオブ、なんとか。クロニクルズ。イベント期間中、各ステージをクリアで、ロシア世界大会の在韓 MVP、モドリッチ選手の選手ピースを獲得できます。え、めっちゃいいやん。こういうの、次のちょっと動画で挑戦していこう。とりあえず今日は、あと1個ぐらい、ちょっとチュートリアルを終わらしときたい。で、次の動画でイベントをボンバーしていきますか。イベントやどんぐらいおもろいかで、やっぱりやれるか、こうゲームは続いていくかみたいな。で、課金したらさ、何でも面白くなるけど、無課金でなんかダラダラさするのは、ちょっと厳しいとこあるから、だったらね、イベントで楽しみながら、コツコツ、んー、チェルソー内周すぎ。内周すぎだから、チェルソー。そう、コツコツね、集めていけるかっていうのが、やっぱこのゲームをね、楽しめるかどうかの、大部分の人の鍵だと思うんで。いや、来たー。全くボール見てない。あ、見てた。あ、このミート鬼だ、ボール。このボールをちょうど、ちゃんとね、いいとこまで引きつけてからの、ツデーンだから。ペリシッチ、いいですね。ペリシッチもっと活躍してほしいな。あとはやっぱカルバハル。あ、これはホルダー、マーク。え、マークの方がいいかな。ホルダーにしよう。時間かけるで、みたいな。時間かけろ。お、いいね、いいね。カルバハルが時間かけて、味方が寄ってきて取ってきてくれた。メッシー、ドリブル、ドリブル、はい、こっちだろ。あれ、もう一回、こっちじゃない、パスだったんだ今の。あ、そうか、ドリブル押してから方向を選ばなきゃいけない。危ない、あ、これ危ない。あ、ナイキー、ナイキー、スビラール蹴ってくれ。あ、スローだわ、横投げ、オカマみたいな、イヤンみたいな感じだったけど、もっと男らしいキーパーが欲しいですね。メッシ、チェルソー、ここが空いている。マティッチめっちゃ上がってきてる。うわ、ヘディングでいないとこ、よっしゃ。え、マティッチちょっと待って、ポジションどこなの、マティッチのポジションどこなの、もしかしてサイドハーフやらされてる、まあ、いいんだけどさ、できればね、中盤のそこでアンカーの位置でもうどっしり構えてゲームを作っていくと。守備でなんかこう最後やらせないぞみたいな守備やってほしいけど。いや、でもかなり強くなったんだけど。カルバハルでしょ、マティッチでしょ、で、ペリシッチも入って。ああ、ちょっとなんか必殺技出しましたね。ドリブルする？パスでいいような気がするんだよな。非常に安全なパス。ドリブルだろ、これドリブルで。はい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 。ドリブル。抜けるかな、はい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 、ドリブル、外行きたいな、外、おい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 、いいねいいねいいね、ブレイクスルー来た、メッシュのブレイクスルー、鬼だから。え、ファウルされた、おメッシュファー蹴れるかなこれ。あ、いや鬼だわ、鬼すぎるわ、あそこで我がチームにあそこでファウルしたらもう1点確実でしょ。直接狙うのとかもできんのかね、狙っていきたいけどね。まあ、チュートリアルだからね、まだね。いや、これもう新しい選手が入って、めちゃめちゃ楽しみ。やっぱね、腕を磨くのもいいけど、選手がどんどん増えていって、こう、ちゃんとうまく動くかなとかさ、そういうのが面白いよね。さあ、2倍速でボンバー。ビビビーと前半終了と。いや、これもう簡単に勝てますわ、このレベルの。早く上に行かしてくれ。オッケーオッケー。ダニーロ。ちょっと早すぎて。あ、スキップ落ちちゃった。ちょっと、スピード、まあいいか。ペリシッチが最後3点決めてたよ。やば。こんな感じでボンバーしていくと、やっぱちょっと課金した方が楽しいかもね。うん。
まあ、チュートリアル中ではありますが、課金した方が楽しいかもということで、明日はじゃあイベントガチャ、明日じゃないか、今度の動画の時はイベントガチャ、ガチャじゃないわ、イベントの、どこだっけ、イベント、イベント、どっから入れた、イベント、これだよ、どれやろうかな、 AP ボーナスとかさ、こういうのも、もうどんどん取れるものは取らないとね。初心者還元イベント、うん、こういうのまず取れるやつは全部取らないとね、受け取りで、で、デイリーチャレンジ、こういうのもね、よーく見ていきましょう。グロインアップ、ワクワクボックススカウト、受け取り、ピザいただいちゃいました。はい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 、ワクワクボックススカウト、ボックスを開放して、あ、こういうのも、こういうのを、あと次の動画でやろうよ。ね？ということで、イベントめちゃくちゃある、これ。このイベントをこなすだけでも、しっかり楽しめる。そんなゲームなのかなと思います。モバサカ UFC。今日で、だから1本目でチュートリアルやりながら、まあ、こういうゲームだよっていうのを伝えて、2本目は、今日ね、チュートリアルやって、さらにガチャ。で、ガチャもいろんな種類があるよっていうのをお伝えできたと思います。明日は、まあ、チュートリアルプラス、イベントのね、方を、まあ、どんなもんがあんのか、やっていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。まったねー。